番組をご覧の皆様、即歌塾の久保です。<laughs> 当時はね、広島の久保ですっていうふうに言ってましたけどもね、まあこういうふうにするとね、何がいいかっていうと、まああの、講師の方だけじゃなくてね、山口陸だけじゃなくてね、撮影スタッフだけじゃなくって、その番組を同時に見ている人にも、こう語りかけていることによって、あれ広島の久保ってどんな人なんだろうっていうふうな、 そんな感情抱かせることと、それからね、広島の久保ですっていうことによって、広島県内、もしくはその周辺にいる人に親近感を応援させて、私はね、その時に潜在的なチームを作ってるわけなんですよね。まあ、おそらくね、広島だけじゃなくて、地方にいる人にも同じような感情を植え付けたんじゃないかなと思うんですよ。地方にいる人も、あ、広島からもそういうふうに、こうやって見てるんだ。まあ、自分もちょっと地方だけども、なんか親近感あるな、みたいなね。まあ、すでに、 地方でネットビジネスで成功するというね、その速可塾の原型がそこにはできていたんではなかろうかと思います。ということでね、やっぱりメルマガを登録するとか、なんか塾に入るとか、誰かにお問い合わせするっていうのは、そこが終わりじゃなくて、もっと先を見て、その段階として、その入り口としてね、第一歩、もしくは第二歩として、そこを踏んでるっていうところなんでしょうね。でも大抵の人は、メルマガを登録することとか、メルマガで流れてくる情報を見ることが、そこがね、こうゴールになっちゃってるんですよ。 もっともっと先を見ようと思ったら、例えばメルマガ登録しました。メルマガがね、こう、記事が送られてきます。その記事はどのように書かれているのかなタイトルはどのぐらいの人がこれ反応するのかなと。このメルマガに登録した人が想定で何人ぐらいいて、そして今日のメルマガを開封して読んでる人はどのぐらいいて、そして URL をクリックして、さらにお問い合わせ進んだり、イベントで進んだりする人はどのぐらいいるのかなっていうことを想像しながらやると、あここで多分興味を失って読むのやめてるなと。 ここはもっと先を読もうと思ってる。そんなキーワードが含まれてるなっていう風に、なんかね、その、受け取り手ではあるんだけども、送り手の気持ちになって見ることができるんじゃないかなと思うんですよ。で、これはね、あらゆることをやってる時もそうなんですけども、映画を見てる時も、その脚本とか演出とか声優さんの方の気持ちになりながら見るみたいなこともあったりするわけですよね。それからこういった本もありますけども、本もタイトルは、 著者者がが考考ええたたののかかかそれととも編集なでどのぐらいの章で区切られているのかなとかそれからページ数はどのぐらいなんだろうか多いのか少ないのかとかねそれを見ながらいろいろと思うもんなんじゃないでしょうかまあそれがね第一歩力第二歩力第三第四歩力とかねそういうふうにつながっていくんではなかろうかと思いますそれでは今日も行ってみましょう5月24日朝4時行ってきます